福島瑞穂君。はい、社民党の福島瑞穂です。私も保養からお聞きをいたします。福島の子どもの保養にかかる福島原発事故以降の予算、事業内容、今後の方針などについて、福島県内の保養と県外に出す保養に分類した上で教えてください。根本復興大臣。今子どもの保養、政府全体で、進めているところであります。で、今委員からご指摘がありましたが、平成25年度においても福島県の子どもたちを対象として県内外で事業を実施することにしております。で、福島県内では県に設けた基金、これは福島県民健康管理基金や原子力被害応急対策基金ですが、これを活用して福島っ子体験活動応援事業によって福島県内での自然体験活動、これをやっております。それから県外では国立青少年教育振興機構の施設を活用したリフレッシュキャンプ、あるいは都市農村共生滞留総合対策交付金の一環として、子どもたちが数日間農村に滞在する子ども農産漁村交流プロジェクト、こういうものをやっております。なお、これらの事業の詳細については担当省庁も来ておりますので、担当省庁にお聞きいただければと思います。経済産業省、日下部総括審議官。はい、ただいま大臣の方からご紹介にありました、まず福島県内で行っております福島っ子体験活動応援事業についてご説明申し上げます。この事業は国が福島県に設けました基金を福島県が活用いたしまして、福島の子どもたちに体験交流活動に関連する宿泊、交通、あるいは活動費を支援しているものでございます。23年度から始まっておりまして、23年の事業費36億円、利用者が約47万人、翌年度平成24年度の事業費11億円、利用者が18万人、そして今年度平成25年度つきましても16億円、28万人の方々を対象に事業を展開しているところでございます。福島瑞穂君。はい、文科省いかがでしょうか。文部科学省政務官、吉家博之君。お答えいたします。文部科学省といたしましては、国立少年教育施設を活用して主に週末に福島の子どもたちに野外遊び、キャンプ等の機会を提供するフレッシュキャンプを実施しております。平成24年度までの実績としては福島県内2施設97回、9198人、福島県外3施設6回365人が参加しております。今後の予定としましても、福島県内2施設23回約2320人、福島県外9施設23回約1570名を受け入れる予定であります。同事業は独立行政法人国立青少年教育振興機構の運営費交付金に加え、民間からの協賛金を利用して実施されております。また、文部科学省では教育分野の、教育の分野において、先ほどのリフレッシュキャンプのほか、一般的な民間団体への支援制度として、独立行政法人国立青少年教育振興機構に設置されている子どもの夢基金において、民間団体が実施する体験活動等に対する助成が行われているほか、被災地の復興とともに先進的なモデルとなる教育活動を推進する復興教育支援事業、平成23年度、補正予算で計上しておりますが、の一つとして、伊達市が NPO と連携して他の地域で行う体験活動や交流活動を支援している例もございます。福島瑞穂君。はい、それぞれ子どもたちのリフレッシュということで頑張っていただいているんですが、今聞いていただいたとおり、圧倒的に福島県内が多くて、県外は圧倒的に少ないです。で、もっともっと福島県外の NGO、NPO の取り組みを応援していただきたいと思っております。ご存知、いろんな企業や NGO、NPO が全国的にこれは子どもたちをもう手弁当でリフレッシュ休暇、夏休みとか来てもらえないかと頑張っております。これがまだまだその NGO が頑張っているというレベルなので、福島県外のリフレッシュ休暇、子どもたちの保養についてどのように政府として取り組むか、どういうものが使えるかということについて教えてください。
根本復興大臣。先ほど文科省からリフレッシュキャンプ夢基金の紹介ありましたけど、こういうものとさらに平成25年度予算案に計上されておりますが、 NPO などの運営力強化を通じた復興支援事業、こういう支援事業もありまして、これは NPO などの運営力強化を図る先駆的な取り組みであれば、福島県外で行う保養事業も支援対象になり得ると考えております。今さまざまに支援事業がありますので、その支援事業を活用していただくことで、子どもたちがリフレッシュできるように我々も取り組んでまいりたいと思います。福島みずほ君。例えば農水省の交付金利用して、福島の子どもたちの保養に取り組むなどありますが、農水省などの取り組み、など教えてください。あるいは、総務省に対して地方交付税交付金を活用した手法についてはいかがでしょうか。農水省、佐根茂農水振興局長。子どもが県の内外に滞在することに関する農林水産省の施策でございますが、都市農村共生滞留総合対策交付金というのがございます。この一環で、都市の小学生が3日前後の期間農村に滞在する、子どもの産業村交流プロジェクトがございまして、これは子どもに対する教育的な効果、それから農村地域の活性化を目的といたしまして、農林水産省、文部科学省、総務省の3省で連携して取り組んでいるところでございます。委員ご指摘のような NPO に参加していただいて一緒に取り組むということも、この共生滞留の予算の中で活用が可能でございます。予算としては、この都市と農村の交流関係全体で23年度17億円、24年度14億円、25年度25億円となっております。今後ともこうした子ども農産漁村交流プロジェクトをはじめとする都市と農村の交流、これを活発化いたしまして、農村地域の経済の活性化を図る一方で、福島県の子どもたちが豊かな体験の機会を得ることができるように、福島県と連携して進めてまいりたいと思っております。総務省、坂本副大臣。東日本大震災の避難者の受け入れに伴いまして、地方自治体はさまざまな財政需要が生じてまいります。このため原発避難者特例法に基づきまして、避難先の市町村が義務として実施いたします事務に要する経費に加えて、避難者の受け入れに要するその他の経費につきましても、地方自治体に調査した上で特別交付税により措置をしているところであります。避難者の受け入れ経費は長期的な避難者に関するものだけではなくて、一時的な滞在であっても対象としております。ご指摘にありました子どもの保養のための受け入れ経費について、受け入れ団体に特別交付税の措置をしたところもございます。北海道、それから長野県の東御市などは福島から子どもさんたちが来て特攻で措置をしております。今後も避難者を受け入れている地方自治体の実情をよくお伺いしながら、自治体の財政運営に支障が生じることのないように適切に対処してまいりたいと思っております。福島みずほ君。もうじき夏休みも来ますので、ぜひ充実をお願いします。で、例えば受け入れ自治体が作ったプラットフォームに NGO、NPO が参画してもらい、保養事業に対して国の予算を使って支援するというやり方、京都などそういうやり方を取っているというふうにも聞いておりますが、総務省、もっとこういうことを応援するということはいかがでしょうか。坂本総務副大臣。ご指摘のように夏休みにいろいろな、また子どもさんたちの保養、そういったが増えると思います。地方財政、自治体にさまざまな財政負担生じないような形で、全力で頑張ってまいりたいと思っております。福
島瑞穂君。はい、ぜひよろしくお願いします。次にホットスポットなどの地域における子どもの健康診断についてお聞きをいたします。下村大臣は文部科学省としては環境省等における対応を注視しつつ子どもの健康の保持増進を図るという観点から福島県や県外の自治体において学校健診の中で放射線検査を実施したいという意向があれば必要な協力を行ってまいりますと予算委員会で答弁をしております。正直文科省は前向きなんですね。でも環境省がなかなかこれをやろうとしない。文科省はこの通りでよろしいかということを一言答えていただき、なんで環境省はこういうことに消極的なのか、今日は積極的な答弁をお願いします。文部科学政務官吉家君。委員ご指摘のとおり、文部科学大臣答弁として環境省等における対応を注視しつつ子どもの健康の保持増進を図るという観点から福島県や県外の自治体において学校診断の中で放射線検査を実施したいという意向があれば必要な協力を行う旨発言しております。環境省秋野大臣政務官。ご答弁申し上げます。今般の東京電力福島第一原子力発電所事故に関わる住民の方々の健康管理は政府としても大変重要であると認識しております。福島県の近隣県において各県が主体となり開催された有識者会議においてホールボディカウンターや個人線量計を用いた被爆線量の把握をサンプル的に行った上で健康影響が観察できるレベルでないことから科学的には特段の健康管理は必要ないとの結論が出ていると承知をしております。また放射線による健康への影響について本年2月末に WHO におきまして健康リスク評価専門家会合報告書が取りまとめられております。この報告書は過小評価を防ぐために最大限大胆な仮定を置いて線量を推計したものでありますが、その仮定を用いたとしても福島県外についてがんの増加が確認される可能性は少ないとされております。一方で今般の原発事故で福島県に隣接している県の住民の方の中に現在及び将来の健康について大きな不安を抱いておられる方がいらっしゃることは認識してございます。そのため関係省庁から構成される原子力被災者等の健康不安対策会議におきまして昨年5月に健康不安対策に関するアクションプランを決定したところであります。この取り組みを確実かつ計画的に実行してまいりたいと考えております。福島瑞穂君。子ども被災者支援法は全会一致で成立をしました。この13条2項には子どもたち福島に限っておりません、健康診断についてやるということが書いてあるんです。なぜそれがやれないのか。文科省は割と積極的なんです。でご存知茨城県市長会町村会も千葉県の9市もう9つの市もこれに対して要請しています。で大したことではないんですよ。現在学校において小学校1年生中学校1年生は心電図の検査をしています。お父さんお母さんたちはこれできたら毎年にしてほしい、あるいは尿検査血液検査甲状腺の問診や、そういうことをやってほしいということなんです。学校の検査の中に付加してやってほしい。そんなにお金がかかることではないんですよ。学校では毎年健康診断やってるわけで、なんでこれがやれないのか、なんでこれがやれないのか。環境省そんなこと言ってたら将来刑事告発されますよ。つまり今健康診断やらなかったらいつやるのか。10年経って今5年前の健康診断なんかできないんですよ。低線量被曝について今実際はどういうことが起きるのかはわからない。私たちは経験してない経験を今してるんです。子どもたちの健康診断を毎年やって早期発見する、あるいはどんなことが起きてるか把握すらしないんですよ。大したことないって言って今健康診断やらなかったら将来水俣病じゃないけれども環境省汚点を見ますよ。今日はちゃんとやるって言ってくださいよ。環境省だけが阻んでるんですから。で復興大臣これはやるべきだと思います。だって自治体は要求してるんですよ。お父さんお母さん要求してるんです。文科省もやると言っていてやれないのはなぜなんですか。日本で秋の環境大臣政務官。福島で今実施をしております県民健康管理調査を含めて事故による被爆の量やその健康への影響というのが今明らかになってきております。例えば県民健康管理調査における事故後の4ヶ月間の外部被爆線量は
全県40万人の 99.8% が5ミリシーベルト未満の被爆であったということも分かっております。先ほど申し上げたとおり、 WHO においても2月にがんの増加が確認される可能性は小さいとされたところでありまして、こういった結果を踏まえますと、当面は福島県民健康管理調査を着実に実施していくことが重要で考えあると考えておりまして、その結果を踏まえつつ、真に必要とされる方に適切な支援が行われることとなるよう検討してまいりたいと思います。水穂君。いや、復興大臣、ぜひこれはですね、文科省はやるべしと言ってるんです。だって福島県だって甲状腺がんの、まあ、3人が甲状腺がんだって出たじゃないですか。で、福島県下よりもホットスポット地域は高いんですよ、あの放射線量が。で、なぜ子どもたちの健康診断やると決めた子ども被災者支援法が国会で成立して、なんでやれないのか、なお金がかからないのになぜやらないのか、大したことないって言ってやらないけど、大したことがどうかを確認するために健康診断をやるべきだと思っています。復興大臣、環境省を説得してくださいよ。なんでやらないのか、子ども被災者支援法にのっとる健康診断、なぜ福島県外でやらないのか、これは子どもたちのために国会は成立したこの法律にのっとり健康診断をやるべきだということを強く申し上げ、環境省、やってくださいよ。やってくださいよ。はい、よろしくお願いします。交代。